我々がコスモスの力を受けてすぐ、世界にはイミテーションと呼ばれる戦士が現れた。カオスの者どもが操る無限の戦士。どれだけ倒そうとも減ることを知らない。その敵を相手に力尽きるまで戦うことは確かにできる。だが、戦いに勝つことはできない。戦いの中、私はそう考えるようになっていた。やはり、敵の気配は完全には消えない。イミテーション、どれだけの数がいるのか。カイン！お前か、無事だったか。ああ、だが休む間もなく戦いが続いている。他の戦士たちも無事でいればいいが。イミテーションか。どうした？お前は、この戦いをどう見る？うん？奴らとの戦いに、俺たちは勝てると思うか？結果はどうあれ、力尽きるまで戦うことはできる。ふん、それが答えか。お前の言う通り、俺たちは力尽きるまで戦い、そして負けるだろう。だがもし、それよりも前に敗北を受け入れることで、勝利の可能性が生まれるとしたら、お前は、それに賭けることができるか？それは一体？この戦いは、幾度となく繰り返されている。そして俺たちは、倒れては蘇り、戦い続けている。信じがたい話には違いない。だが、もしそれが本当なのだとすれば、俺たちには、次の戦いがある。真に力尽きさえしなければ、蘇り、戦いに復活する可能性が生まれる。イミテーションの数は増える一方か。休んでいる暇はない。とにかく戦士たちをかくまわねば。ゴルベーザ、貴様の言ったことを俺は信じる。俺たちの姿を模した戦士、奴らは一体？イミテーションどもに苦しんでいるようだな。ゴルベーザ、今ここでお前と戦うつもりはない。私はお前たちの様子を見に来ただけだ。無限の軍勢にどれだけ翻弄されているかとな。想像通りだろう。まさかこんな世界で最後を迎えることになろうとはな。一つ聞きたい。カオスが勝利すれば世界は崩壊する。それをお前たちは望んでいるのか？ただ戦いが終わるだけでは世界は崩壊などしない。いずれ消えゆくお前たちに真実を伝える意味はあるのか？お前は何か知っているのか？永遠に続く神々の闘争。この戦いは幾度となく繰り返されている。言い換えれば、世界は決して崩壊などしない。戦いは終わらぬのだからな。私の言うことが信じられんか？信じろという方が無理な話だ。だろうな。記憶がないのだ。無理もない。どういう意味だ？お前は戦いに敗れ、再び蘇った戦士。蘇るために浄化を受け、記憶を失っている。この戦いが繰り返されていることを忘れてしまっているに過ぎないのだ。
だがお前の本来の記憶は戦いの輪廻を証明している。本来の記憶？この世界に召喚されたばかりの者に元の世界の記憶はほとんどない。だがお前には私やセシルの元の世界の記憶がある。戦いを経るほど元の世界の記憶は戻ってくる。すでにお前に戻っている記憶、それはつまり…カイン！セシル！我が弟セシルも同様、この戦いに呼ばれたばかりの者には近しい者の記憶さえないのだ。カイン、大丈夫か？何が真実か、その目で見極めるがいい。はぁ、外したか？カイン、怪我は？いや、大丈夫だ。よかった。行こう。みんなと離れない方がいい。セシル、お前、記憶はまだ戻ってはいないのか？ああ。でもカインのことは思い出してきてるよ。戦っているうちに少しずつね。カインもそうだろ？戦えば戦うほど感覚が戻ってくる。大丈夫。カインも僕も戦い続けていればきっと記憶は戻ってくる。戦い続けることで本来の記憶が戻る。曖昧でありながら最も確かな事実。そしてそれは永遠に続く戦いを示す唯一の証拠でもあった。復活させるために仲間を倒して眠らせている？ふざけるのもいい加減にしろ！勝てる見込みがないから自ら負けるというのか？そうだ、希望をついえさせないため。どうやってそんな夢物語を信じろというつもりだ？もしお前たちの言うことが本当だとしても、永遠に続く戦いによみがえって何の意味がある？戦いが永遠に終わらない？だったら私たちは一体何のために戦って？戦いを終わらせるためだ。そうなのだろう、コスモス。我々がコスモスから与えられた力、クリスタルは戦いの輪廻を断ち切るための力だ。だがこのままでは我々はクリスタルを得る前に力尽きる。イミテーションは容赦がない。復活も望めぬ完全なる消滅を貴様らにもたらす。輪廻を受け入れねば永遠にクリスタルは手に入らない。ひでえ話だな。私たちには道を選ぶ時間さえもない。私は君たちに次の戦いへと向かってもらいたい。あなたはどうするつもりなんですか？私はカインに約束した。彼が戦士たちを眠らせるまで主の身を守ると。最後まで戦うってことか？私たちは次の戦いへ望みを託すだけだ。クリスタルの望みをついえさせてはならない。そのための敗北だ。君たちには受け入れてほしい。断る。お前たちが何をしようと勝手だ。でも私は言うことを聞くつもりはない。私は私のやり方で次へと望みをつないでみせる。ライトニング。このまま次の戦いが始まったって敵との数の差は変わらない。次の戦いでクリスタルをすぐに手に入れられる確証もない。それなら少しでも敵の数を減らしておく。その上での敗北も望みにはつながるはずだ。
しゃあねえな。それじゃとっておきの情報を教えてやるか。聞いて驚くな。俺知ってるんだ、イミテーションの発生場所をさ。まあその探し方ってだけだけどな。あんたが行くなら付き合うぜ。ラグナ、あのさ、俺も行くよ。戦いを終わらせるって約束してるんだ。だから俺は望みを捨てずに最後まで戦う。こんなところで寝てなんかいられない。ファン、私も行きます。みんなより先になんて眠れない。助けなきゃならない人を置いていけない。だからまだ戦わせてください、みんな。厳しい道のりになるはずだ。それでも行くというのだな。わかった、君たちに新たなる望みを託そう。さーて、じゃあ行っか。あのお人形さんたちのお家へさ。カイン、どうして。すまんな、フリオニール。次に望みを託させてくれ。仲間を倒しながらも敵に心を売るわけではないか。またお前か。その戦士をどこにかくまうつもりだ。それを聞いてどうする。俺の代わりにとどめでも刺してくれるつもりか。悪いが仲間の居所を吐く気はない。俺の後をどれだけつけようと無駄だ。力を失いしうつろの駒。蜘蛛のつもりか。ええ、この男は調和の神の駒だった。しかし今は空の器となり果てて、混沌の神カオス、あなたの力をこの器に注いではいただけませぬか。何？器へ力を満たせば、新たな我らの仲間としてあなたへ仕えさせることができましょう。貴様、何を企んでおる。随分な物言いではないか。ガーランド、我らの望みは常に混沌の神の勝利のみ。他に何があると。構わぬ、我が力を空虚なる器へ。新たなる駒の誕生だ。Ha ha ha.